中時旅日記、中時旅日記、中時旅日記は、1927年、昭和2年に、日活大将軍撮影所で制作された、日本のサイレント映画、剣劇映画である。第1部、公衆殺人編。第2部、新州地笑い編。第3部、御用編からなるシリーズ作である。監督は、伊藤大輔、主演は、大河内伝次郎。中字三部作。 または、中寺三部局と総称される。国貞中寺は、鬼より怖い。にっこり笑って人を斬ると歌われた幕末の上州、元群魔剣の強格。国貞中寺は、悪大官を懲らしめ農民を救う英雄として、講談、老曲や大衆演劇で人気を集め、大正時代には、沢田昌二郎を演じる新国劇の舞台やお野松之助主演による映画化が行われていた。 1926年、大正15年に、日活に入社した伊藤大輔は、同年の時代劇映画、長婚」でコンビを組んだ、第二新国劇出身の若手俳優、大河内伝次郎を使って、従来の殺草とした英雄中次像を廃止、古文に裏切られて破滅していく人間臭い、中次像を映画化しようとした。だが、 経営陣は、松之助が演じた、従来の中字像にこだわり許可しなかったので、やむなく、伊藤は、第一部、公衆殺人編で、ヒーローとしての忠字を描いた。幸い好評を得たので、その実績をもとに、本来のテーマである、第二部、第三部を制作した。伊藤本人のことを借りれば、無来館の忠字とは何事だと横やりが出て、仕方なしに、血笑い編と、 御用編のテーマは残して、最初に、公衆殺人編という、無意味の立ち回りを取ったんです。その立ち回りが当たったんで、松之助さんも病没したことではあるし、まあ続けて後もやれということで、そんな時代の産物でしたよ。あの中児はというように、第一部は監督自身あまり愛着を持っておらず、本来のテーマをもとにした第二部、第三部が重要なのであった。それでも三作とも、 外国映画の影響を受けた斬新な演出、動きのあるカメラワーク、雇用調賃の効果的な使用、大河内の迫真の演技、激しい立ち回り、みずみずしいリリシズム、字幕の巧妙な使用など、従来の時代劇と違う新しさが評価された。作品は大ヒットし、芸術的にも高く評価され、立ち待ちのうちに監督、伊藤大輔、主演、大河内伝次郎、 撮影、唐沢博光のゴールデントリオに人気が集まった。以降このトリオは、最新の映像表現で、審判王を火星団、攻防新選組、おあつらいじロキチごうなどサイレント時代劇の名作を世に送っていった。当時の表を見ると、鮮烈なタッチの勝手演具と悲壮感。第一部、胸を打つセンチメンタリズムのほとばしり。第二部、灰色のニヒリズムと悲壮美、 第3部と書かれていて、後の日本映画を支える人材たちはこの映画に少なからず影響を受けており、その後の日本映画の歴史を変えたエポックメイキングな時代劇の古典として重要な地位を占めている。その後、伊藤監督自身が総集編を作るときに第1部を廃棄、残った第2部と第3部のフィルムと脚本も散逸し、 第3部の1分間の断片シーンしか残されていない、幻の名作とされていたが、1991年、平成3年12月、広島県の民家の蔵から可燃性の35ミリメートルフィルムが発見された。フィルムは、広島市映像文化ライブラリーを経て、東京国立近代美術館フィルムセンターで復元作業を行われた。フィルムは、第2部の一部と、 第3部の大部分、計89分であることが分かった。1992年、平成4年10月10日、11日、同センターで復元版が公開された。2011年、平成23年7月には、同センターが着色及びデジタルリマスタリング化を行った106分のデジタル版が上映され、9月には、 CS の衛星劇場で放送されて、茶の間にも名作が見られるようになった、フィルム修復の過程を描いた特別番組、中児旅日記が辿った奇跡も放送された。その後、第1部の冒頭1分も発見されている。昭和2年度のキネマ旬報ベスト10に、第2部が第1位、第3部が第4位にランクインされた。公開してから、半世紀ほどが経っても、 当時フィルムが紛失していたにもかかわらず、作品は高く評価され続けている。2001年の第20回ポルデノーネ無声映画祭では、日本映画特集の一本とて、現損する106分のフィルムが上映された。ランキングは以下の通り。中字旅日記第一部公衆殺人編、中字旅日記第一部公衆立て編は、1927年製作、公開のサイレント映画、 剣劇映画である。上記の通り、フィルムは現存していないとされていたが、劇場版フィルムから切り出され、市販された冒頭1分の断片が発見されており、検閲の整理番号が残されている、早稲田大学演劇博物館が所蔵している。広州の山中、取り手に追われ、谷川に飛び込んだ中治は、水晶堀りのお玉と三吉の指定に救われる。二人は、 遺産の水晶鉱山を、おじで、顔役の文太と重手持ちの幕と、ヤワタ平蔵に奪われ、不自由な暮らしを強いられていた。その後、文太と平蔵が、お玉を拉致し大金を奪ったことに怒った忠次は、水晶商人に変装して、ヤワタヤの元を訪ね、正体を明かして、指定の危機を救う。その帰り道に待ち伏せていた悪人を倒し、指定に別れを告げていずこともなく去っていく。 中時旅日記、第二部新集地笑来編、中時旅日記第二部新集決勝編は、1927年製作、公開のサイレント映画、剣劇映画である。上記の通り一部が現存している。同年に、伊藤は、牧野陶器製作所の設立祝いにと、牧野正広へ、本三部作の脚本を送った。これをもとにして、1936年に、 マキノが制作した、国貞忠春新春子守唄歌は、本編を元にしてを、大半が失われているものの、本編の内容を補完することが可能である。悪代官を切って、赤木山に立てこもった忠二は役人に襲われたが、その時の誤解から友人五室の勘助を死なせてしまい、償いのため、勘助の維持、勘太郎を連れて、放浪の旅に出る。あだである自分を、 親のように慕う肝太郎に、忠児は心からの愛情を注ぎながらも今後のことを思い、新州の顔役壁安子と壁安左衛門に肝太郎の身柄を預けようとするが、かつての子分が自分の名を語って盗賊をすることを知る。怒りと失望に愕然とする忠児。子分は申し訳なさに自害、身内には盗賊はいないと思っていた忠児は恥じて肝太郎と共に案の家を出る。 その頃、中児の持病の中部が悪化し、利き腕の右手が利かなくなる。頼りにしていた子分や友人にも次々と裏切られ、探索の手は厳しくなるばかり。次々と二人を襲う危機を何とかして切り抜けるが、もはや、子連れの逃避行はできなくなってきた。二人の身を案じる、壁安の命を受け追いついてきた子分、三月の分蔵の説得に、中児は泣くなく、勘太郎と別れ、 朝焼けの中を一人落ち延びる。中時旅日記第三部御用編、中時旅日記第三部御用編は、1927年製作、公開のサイレント映画、剣劇映画である。越後長岡の作り酒屋沢田屋に番頭として、潜伏していた中時は、束の間の平穏な時期を過ごしている。沢田屋の娘をくめに告白されるが、自分の境遇では、 受け入れられないと悩む。ある日沢田屋の息子の危機を救うために、悪人の音像に正体を明かし、取り手に追われる羽目になる。沢田屋と奥目との犠牲で窮地を脱した忠児は病苦に、苦しみながらようやく上州に帰り、成長した勘太郎に会いに行くが、お尋ね者のみでは声をかけることすらできない。忠児は病気と心痛のあまり山中で倒れ、役人に捕らえられる。一方、 文蔵ら子分たちは五層途中の中寺を救い、戸板に乗せて、目けのお品が待つ国庭村に帰る。寝たきりの中寺を、村人や身内は、献身的に看護する。だが、裏切り者が出て、隠れ川取り手に包囲される。中寺を守るべく、子分たちは奮戦するが、数とまた一人倒され、役人、中山誠一郎に悟された中寺は、お品ごともなあにつく。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。